さん、こんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。私は今沖縄にいます。今日はこれから那覇の国際通りに行きたいと思います。那覇空港から国際通りまではモノレールに乗って行くことができます。モノレールの切符の買い方を皆さんに紹介したいと思います。あと国際通りの様子もお見せしたいと思います。じゃあ早速乗ります。はい、あそこにモノレール乗り場と書いてあります。国際通りに近いのは県庁前か牧志という駅です。今回は牧志駅に行きたいと思います。あ、でここに英語と中国語と韓国語があります。英語だったらどうかな。あ、いいですね。はい、これで日本語がわからない人でも買うことができると思います。この1日券もあります。もしたくさん乗りたい人は1日券800円、2日フリー乗車券1400円でもいいと思います。私は今回は切符を買います。で、マキシこれですね、マキシ300円を押します。で、もし2人分買いたかったら2人3人とあります。1枚だけ買うので大人1枚を選びます。はい、300円入れます。1、2、3。ありがとうございます。はい、切符を取ります。え、ここの QR コードをタッチするそうです。なるほど。あ、こっち階段ですけど、ちゃんとあっちにはエスカレーターもあるので、荷物がある人はあっちを使ってください。見てください、このモノレールピカチュウの絵が描いてあります。自動販売機見てみましょう。やっぱり沖縄限定の味が多いですね。バヤリースのパイン、オレンジ、ソルティーシークワーサー。シークワーサーは沖縄でとても有名な果物です。すごい、マンゴーもあるし、グアバもある。グアバって珍しいですね。あと、サンピン茶、お茶、沖縄伝統の味と書いてあります。皆さんの国にもモノレールがありますか？コメントで教えてください。ここに荷物を置くこともできます。はい、今牧志に着きました。改札を通ります。この QR コードに、はい、ありがとうございました。ちなみに那覇空港駅からここの牧志駅までは大体25分くらいかかりました。見てください、ゆいレールでも全国交通系 IC カードが利用できます。スイカだけじゃなくてパスモとか、あと他の地域の交通系の IC カードも使うことができます。私わざわざ切符を買ったんですけど、他の IC カードも使えるので便利だと思います。今駅から西口の方に降りました。もうここが国際通りです。もうちょっと行くとお土産の店とか飲食店がたくさんあると思います。で、ここをまっすぐ歩くと、ユイレールでさっきもう一つ国際通りに近いですよって言ってた県庁前駅だったかな、そっちの方に行きます。シーサー工房、面白そう。ちょっと今ね、ただ散歩してただけなんですけど、お店に入ってみたいと思います。撮影できるかな、ちょっとお店の人に聞いてみます。ちょっと今閉店ギリギリなんですけど、たまたまコンビニからホテルに戻るときに見つけて、ちょっと撮影してもいいよっていうことだったので、ちょっと皆さんごめんなさい、マイクが
マイク私今持ってなくてちょっと聞こえにくかったらすみません。でもお店の雰囲気だけ伝わったらいいかなと思います。あ、すごい素敵なお皿ですね。ここから海が見えるので海イメージの色味です。あ、なるほど、綺麗。こういうのはあれですね、お醤油とか入れるのにちょうどいいです。アクセサリーとか。あー、なるほど。へえ、テレビでも使われたんですね。あ、箸置きかわいい。へえ、こうやってね、あの、お箸を置くときに使うもの、箸置きと言います。箸置きかわいいね。ええ。ああ、素敵。シーサーについては、ペイトリオンのポッドキャストで紹介しました。お店の情報は概要欄にあります。撮影させていただきありがとうございました。おはようございます。今日は国際通りの近くにある商店街で撮影したいと思います。はい、こちらの平和通りを通ってみたいと思います。皆さん見てください。ニャンジャシーサーネコドッグの店。すいません、これは何ですか？あ、これシーサーの中に招き猫が入ってるんです。邪気を払って福を招く。かわいい、ありがとうございます。中国語とか英語、韓国語書いてありますけど、はい、海外のお客様いらっしゃいますか？韓国のお客さんが最近すごく多いですね。もしよかったら中もちょっと写してもいいですか？はい、どうぞ。わーい、かわいい。猫の置物がたくさんあります。お店の方が心よく撮影に協力してくださいました。これシーサーの口が開いてる方がオスで、閉じてる方がメス。ですから向きとしては右側がオス、左側がメスって形の置き方になってます。すいません、この子たちをください。わかりました、これがお気に入りの顔ですね。はい、はい、あー嬉しい。これを下に引くと一気に、はい、見せてもいいですか？はい、どうぞ。見てください、これもいただきました。この上にシーサーを置きます。そうです。はい、かわいい、はい、あ、袋もかわいい、はい、見てください、買いました、ありがとうございました。ありがとうございます。かわいい、寝てる、かわいいね。地域猫だそうです。首輪がついてますね。この通りの皆さんで一緒に育ててるそうです。え、見て、こっち来たよ。こんにちは。インド、ネパール料理、カレー屋さん。こっちは韓国の店ですね。韓国料理の店。この上がアーケードになってるので、雨の日でも傘をささないで歩くことができます。買い物するときは本当に便利ですよね。平和通りは歩行者専用道路です。食堂がある。沖縄料理って豚を使った料理も多いですよね。あ、これ沖縄でとても有名なゴーヤチャンプルーとかそば定食。あ、豆腐チャンプルーもある。いろいろありますね。天ぷら定食もあるし、お、カレーうどんもあります。美味しそう。お店はどこにあるんだろう。あ、お店はあそこにあるんですね。こちらのお店で撮影させてもらいます。ハイビスカスというお店で、この辺に何店舗かあるみたいです。概要欄にお店の情報を載せておくので、気になる人は見てみてください。シークワーサーのど飴、泡盛のお菓子も多いですね。これはチョコレートですね。あとね、お菓子がたくさんあるんですよ。あ、かわいい、これシーサーの形のクッキー。あ、
紅芋の味も結構ありますね。雪塩チンスコ、これもいいね。プレーン、黒糖、紅芋のそれぞれの味が入ってます。沖縄そばも結構種類が多いですね。このスパムカレーも美味しそう。ジューシーっていう混ぜご飯の素です。これお米と一緒にこの素を入れて炊けばすぐジューシーができるものです。あ、こういうのもいいですよね。お土産とかにね、ちょうどいいですよね。あ、これすごい。カップ麺とインスタントラーメンと箸のセットですね。いいね、こういうのも。なんかよく言われるのが、日本って限定が好きですよねってすごい言われますね。結構地域限定とか期間限定とか何々限定っていう商品は確かに日本には多いです。でも私は結構それが好きで、いろんな地域に行ってその地域でしか買えない限定のものを買うのが好きです。皆さんはどうですか？皆さんの国にもそういう地域限定とかありますか？コメントで教えてください。お酒もたくさんあります。沖縄といえばね、泡盛です。でも泡盛以外にもね、多分たくさんあると思う。これも沖縄限定ですね。たくさんあります。皆さんはお酒を飲みますか？何のお酒が好きですか？コメントで教えてください。ハンカチもめっちゃ可愛い。か、日本では結構プレゼントするときにハンカチをあげることは多いですね。例えば会社を辞めるときにお世話になった人にあげたりすることもあるし、お土産としてハンカチをあげることも結構あります。でも国によってはハンカチをあげない方がいいところもあるそうですね。皆さんの国ではどうですか？友達にプレゼントでハンカチをあげてもいいですか？失礼じゃないですか？よかったらコメントで教えてください。見てください、このコーヒー、サンゴ焙煎コーヒー。売上の 3.5% はサンゴ再生活動に活用します。このコーヒーいいね。私がこのコーヒーを買えばサンゴの再生の活動にも使ってもらえるんですね。これいいですね。これ買います。しかもこれ1パックで買えるんだ。あ、いいですね。素敵。あ、ハイビスカスのお茶もある。これも買おうか。沖縄限定買います。すいません、お願いします。いっぱい買っちゃいました。はい、ありがとうございます。はい、あ、すいません、撮影ありがとうございました。インスタさっきフォローしたので、はい、紹介させていただきます。ありがとうございました。はい、皆さん沖縄 Vlog はどうでしたか？他の場所でも撮ったので、その動画をまた今度紹介したいと思います。いつも見てくださってありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。いつも素敵なコメントを書いてくださって本当にありがとうございます。皆さんが応援してくれるおかげで私は YouTube を続けることができます。本当にありがとうございます。また来週お会いしましょう。バイバイ。